こんにちは、酒井由香子です。地域の長年の要望がついに実現、吾妻橋1丁目歩道橋が撤去の運びとなります。令和2年7月、吾妻橋1丁目、東駒形2丁目、本所2丁目が中心となり、吾妻橋1丁目歩道橋の撤去を墨田区、東京都、警視庁へ要望してから1年と9ヶ月。この度、東京都及び警視庁との調整がつき、歩道橋の解体が決定しました。歩道橋を撤去した後に横断歩道を新設することも警視庁との調整がつき、地元としては100点満点の結果となりました。吾妻橋1丁目歩道橋は建設当初から約50年が経過し、その間小学校区が変わり、通学路としての用途がなくなり、周辺住民は同じ交差点にある信号付き横断歩道を利用するようになり、歩道橋としての役目はほとんど終えた状態でした。歩道橋と信号付き横断歩道が同じ場所にあることにより、誤認や見通しの悪さから信号無視の車が交差点に進入することも頻繁にあり、住民、とりわけ横断歩道しか利用することができないご高齢の方々は危険にさらされていました。この歩道橋、12年ほど前に一部住民から撤去へ向けた働きかけが行われたものの、叶わなかったという経緯があります。社会全体としては不必要な歩道橋は撤去する方向であるものの、一気撤去するには5000万円程度の経費が必要です。さらには地元は撤去した後に信号付き横断歩道設置を要望されており、警視庁の調整や予算も必要です。私としても機を捉えて必ず実現すべく地道に動いてきたので、この度の撤去決定は嬉しい気持ちでいっぱいです。学校、都職員、区職員の皆様、川松都議にも大変ご尽力いただきました。ご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上げます。解体及び横断歩道新設工事は令和4年度です。改めて吾妻橋1丁目歩道橋について説明をさせていただきます。浅草通り、清澄通り沿いに昭和46年建設された吾妻橋1丁目歩道橋。当初は周辺の児童が小学校に安全に通学するための通学路として利用されていました。しかし現在、周辺の児童は交差点のもう一方にある横断歩道を利用して通学しているため、通学路から解除されております。こうしたこともあり、吾妻橋1丁目歩道橋を利用している人はおらず、設置後50年経過し老朽化も進んでいました。また浅草通りを走行する車の運転者は、視界にまず歩道橋が入ることによって横断歩道を見逃してしまいます。さらに駒形橋から浅草通り、清澄通りに進む車は、吾妻橋1丁目歩道橋で信号が見えない時があることから、この交差点では昔から信号無視の車が大変多いことで有名でした。さらに歩道橋の階段が死角となり、浅草通りから区道へ左折する車からは歩行者や自転車が視認しづらく危険でもありました。この地区は昔からの住民も多く、交差点の危険性を認識しています。しかしご高齢の方は歩道橋を使いたくても使えず、危険と分かっていても生活のために信号無視の車に気をつけながら横断歩道を渡られております。実際に接触事故、あるいは
接触事故寸前といった危険な思いをされている方や、危険な瞬間を目撃された方も大勢いらっしゃいます。このように吾妻橋一丁目歩道橋があることにより通行の安全が妨げられ、結果的に事故の危険性が高まっており、大怪我には至らぬ接触も発生しています。早急に安全な歩行空間の確保が望まれることから、歩行者の安全確保、交通事故防止のためにこの交差点を主に使う3つの町会で協議会を結成し、吾妻橋1丁目歩道橋の撤去へ向けた要望活動を行いました。2015年には本所吾妻橋駅周辺浅草通りにおける安全な交通環境に関する要望書を近隣町会長、商店会長とともに山本区長、当時の樋口区議会議長に提出をさせていただいております。本来ならば駐輪場は歩道にあるべきではなく、駅周辺に遊休地がなく直ちに自転車の移動は難しいということから、緊急対応という意味も含めて要望をさせていただきました。都営地下鉄浅草線本所吾妻橋駅前の詰め所が解体されることになりました。この土地について地元町会、商店会とともに有効活用を東京都および東京都営地下鉄交通局に求めるよう区長を通じて働きかけを行っているところであります。この度の吾妻橋一丁目歩道橋の撤去と合わせて、誰もが安心して移動がしやすい浅草通りの交通環境を実現するため、しっかりと努めてまいります。最後までご視聴ありがとうございました。酒井由香子でした。